愛媛県道、高知県道383号四国カルスト、公園縦断線は、高知県高岡郡津の町から、愛媛県西予市に至る県道である。四国カルストのある、愛媛県と高知県との県境の四国山地の標高、千の千四百メートル以上のお根ず体に東西に、伸びる、延長約15キロメートルの観光道路。東の天狗高原から西へ向かって五段高原。 キツル平、ジヨシ峠、大野家原と長さ約 25km の高地に広がるカルストの尾根を走る。東端は高知県道48号四国カルスト公園線と接続し、西端は愛媛県道36号野村屋奈谷線と接続する。道路は全面舗装されているが、ほとんどの区間が一車線の境外道路が続き、すれ違いが困難な箇所もある。 冬季閉鎖は12月下旬から翌年3月下旬にかけて行われる。四国カルストを五段城より撮影。尾根沿いに伸びる道路が県道四国カルスト公園縦断線である。道路は日本三大カルストの一つ、四国カルストの中心尾根沿いに伸び、前線に渡り四国の山並みを望むパノラマの絶景が広がる。四国カルストとは愛媛県と高知県の県境に、 東西、約25キロメートル、南北約3キロメートルの範囲にわたって広がる、カルスト大地のことである。道路東端の天狗高原では、標高1400メートルを超える、このため、北に、四国最高峰の石槌山をはじめとする四国山地の、山々、南に、太平洋を遠望することもできる。沿道の草原原野に、無数の石灰岩が立ち並ぶ。 独特の風景が広がっており、春から秋にかけては、あたり一面の草原、秋はすすきに変わり、冬季閉鎖される冬場を除いて、様々な景色の変化を見ることができる。牧草地があるところでは4月下旬から10月上旬、頃まで牛の放牧も行われている。標高は、ジ吉シ峠付近が最も低く。 ここでは、下折る道路が開通する以前の国道4 4 5旧道が、高知県と愛媛県の峠越えの道路として、本路線と交差する。県道の路線を認定。愛媛県。2012年11月16日閲覧。ABC 須戸 A12013、ピアニッシモ。150151、AB 佐々木。医師の伊藤2015、ピアニッシモ。 110-111ABCDE 中村淳一編2018ピアニッシュも106-107ありがとうございます